ユリアは、萩海運が運行する高速化客船。山口県萩市の萩港と離島である三島を結ぶ航路に就航している。萩港と三島を結ぶ航路は、1998年4月に就航した単動高速船のオニオーズにより従来船に比べて大幅な時間短縮が図られていたが、建造から20年近くが経過し、法定代用年数を大幅に超えていたことから、 後継となる高速船の建造を行うことになった。鬼用図同様、鉄道建設、運輸施設整備支援機構との共同建造事業により整備されることになり、2016年に設計に関する公募型プロポーザルを実施。その結果、鬼用図を建造した三菱重工業がこれに応じ、2018年から同社の造船事業を引き継いだ。 三菱造船が建造に着手2019年に浸水、竣工し2019年4月1日より就航した。船体のサイズ等は鬼用図とほぼ同等だが、エンジンの馬力を約5割上げ、船体の強度も高めたことにより航海時の振動計、減を図っている。交通エコロジーモビリティ財団の海上交通バリアフリー施設整備助成制度を受けており、 船内の通路や客室をバリアフリー仕様としているほか、一席をすべてリクライニングしようとした。船名のユリアは公募によるもので、日本で初めて生態が三島付近で発見された脳絶類ユリア外科の一種ユリア外に由来する。2019年7月には約30年ぶりに三島周辺の海域で再発見された。萩と三島の間を 当期は、宇つこう、本村港萩港のルートで2往復。春かきは、宇つこう、本村港萩港1往復と、宇つこうは港、本村港宇津つこう2往復の計3往復が運行される。鬼用図同様、年1回2週間程度のドック入りがあり。その場合は、立花2と椿2による特別ダイヤで運行される。ありがとうございます。